こんにちは、こんばんは、MK ことシャドウです。はい、コンビ、コンブこと、コンビです、よろしくお願いしますコンビくんでいや、ちょっと引っ張られました初登場ということで、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。すみません、初めましての方も多いと思いますけど、コンビと申します。よろしくお願いします。お願いします。で、今回10月15日ウェルカムレコードからリリースになりました、ブレイクアウトサイズザラインズの楽曲解説をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。まずこの曲で、その作り始めたのがいつなのかっていうのも結構前に作っちゃってたんで、これ多分去年の8月9月ぐらいだった。あ、でもそんなに最近だったっけこれ。そうですね、いや多分出来上がったのはめちゃくちゃ早かったんですよ。そうですよね、なんか1年2年ぐらい前のような感覚があって。ですね、まあ、なんかその元も MK さんとはこのコラボ曲が、まあ、実は2曲目なんですよね。そうですよね、2曲目なんですよね実はそうなんですよ、2曲目で、まあ、ちょっとみたいな感じで、うん、まあ、1曲目はまだオクラになってるんですけど。そうですねオクラですね、あれいろいろ距離感があって、そうで、こう紆余曲折あって、この曲が先に出るっていうことになりましたね。そうですね、いや本当ありがたいです。いやいや、こちらこそありがたいです。僕そのハードコアを作ることがほとんどそんなにないので、はい、あ、いや、まあ、僕も初めてなんですよね、この曲が多分表に出るオリジナルとした有機ハードが初めて。そうなんです。じゃあ2人とも、まあ、そのレーベルリリースの中ではハードコアは出すのが結構初めての楽曲って感じだと思う。いやー、一発目でやっぱり軽装のところから出せたんで。ね、でかいですよね、めちゃくちゃありがたいです。これもう本当後で話しますけど、このレーベルをいろいろこうつないでくれたのはコンビックだったのでいやもういろいろ紆余曲折がありましたね。ありましたね。で、まあ、この曲のその作り始めたきっかけは何だったんでしたっけ。まあ、一応もう正直ほぼほぼ僕の独断と偏見というか、まあ、僕が勝手に一人で走ってた感じなんですけど、もともとこの曲を、まあ、作りましょうって言った頃ぐらいが、僕がFTS のブートレグが、うん、ダレン・スタイルズとかもう大物にめちゃくちゃ、まあ、フェスでありがたいことにかけてもらってて、うん、ちょっと UK ハードコアで1曲作りたいなっていうのがずっとあったんですよね。まあ、もう完全僕の都合ですけど。いやいや全然全然。で、まあ、その僕がどうしてもそのメロディーが、まあ、うん、作曲家で一番大事だと思う。メロディーとかの部分が壊滅的に僕センスがないんで。まあ、出音とかは自信あるんですけど、うん、そこをちょっと、まあ、MK さんにお願いしようかなと思って、コラボをボーカルと一緒にちょっとお願いしますっていう。なるほど、ありがたいです本当に。で、多分その僕の記憶の中では一番最初にそのこの曲のボーカルのサンプルがポーンと送られてきて、はい、これにメロディーつけてくれっていうのが確か一番最初だったのが気がするんですけど。そうですそうですそうです。その丸投げです。その音源って残ってます。俺ちょっとなくなっちゃったっていうか、まあ、あの音源ではあるんですけど、プロジェクトファイルがなくなっちゃってて。そうですね。まあ、元々この、まあ、今プロジェクトを開いてるんで。あ、そう、これコンビ君のプロジェクトファイル。そうですね。今これ僕の画面なんですけど、はい、これ元々はそのドロップガンのサンプルパックのやつなんですよね。やべえ、俺これ初めて聞く、この一番最後の。もう劇曲のこれですか。こんな遅いんだ。こんな感じですね。へえ。もともと 126BPM のちょっとしっとりとした感じの女性ボーカル。本当めちゃくちゃ遅いんだ。そう、これを、まあ、BPM を早めて、多分キーも変えてるんですよね。ちょっとそうですよね、これその弦キーはもっと低いんですね。そうですね、 C シャープマイナーだったんで、まあ、今回 B シャープにしてるかなと思って訳して今知ったおお、戻ったですね、これで早くしてこのボーカルにしたら原曲よりも元々のサンプルよりもいいなと思ったんで、はい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 、これでやる。なるほど。そうです。で、そっ
このボーカルと、まあ、このボーカルだけですよね、送ったのは。そうっすね。で、確かに、コードとなんか軽いメロディーつけたみたいな感じだったですよね。音源も残ってます。俺も一応そのファイルとしては残ってるんですけど。そうですね。まあ、一応もらった音源とか全部残すようにはしてるんで、ちょっと待っすてくだげさえい。偉い。俺、もう全然残してないからな、こういうの。ですね、最初のバージョン。そうだ。こんな感じですね。ああ懐かしい。そうだそうだ、なんかこれです、これです。もっとで、まあ、これをいただいて、まあ、それでちょっと僕の中でメロディーが、まあ、気になるところとかをこっちでいただいた MIDI を元に変えてみたいな感じだったと。じゃあちょっと解説をやっていきあ、ましょういか。きましょう。さっき話した通り、最初のアイディアいただいて、で、MIDI とかのデータを送ってもらって、まあ、僕が気になったところとかを調整したのデータなんですけど、僕、このプロジェクト自体が多分去年とかなんで、僕がボロボロのパソコンで作ってた時代なんですよね。そうなんですね。メモリが6ギガとかだったんですよね。い4ギやガプラス2みたいな。なんかやべえ曲作る人って結構環境壊滅的だったりしますよね。すごいな、マジで。多分大学の生協とかのパソコンやったと思うんですよね、いこや、の時。すげえ。で、一応その、もともとの、まあ、そのファイナルのプロジェクトファイルと、今開いているリードとかコードとかシンセサイザー系のプロジェクトと、あともう一つ、ベースのプロジェクト。それぞれ3つ、この曲に関してはありますね。これはもう本当なんだろう、メロディーだけを作るみたいな。あ、そんな感じです。もうセラム多分2台開いてギリとかだったんです。すごいな。 そすごい。うです。だからもう全然ダメだったんで、それぐらい分けてましたね。こんな感じですね。あ、そうだ。その多分、そのコードとリードっていうのが多分、コンビ群に指定してもらって、僕が入ったやつ、音ですかね。そうです、そうです。一応、その、まあ、さっきの話に戻りますけど、最初の MIDI をいただいて、修正をして、で、なんかピッチベンドとかも、僕、これピッチベンドやってるんですけど、そのピッチベンドのファイルも多分送ったんですよね。こういうふうにピッチ変えてくださいって。そうだ。すごい細かく指定してくれて、その通すいりに。ません、もうめんどくさい。指定してくれて、それをその通りに書いて、で、波形化して送ったっていう感じなんですよね。そうですね。もうその MK さんが、送ったやつですね、これ。すごい、しっかりちゃんと反映してくれてるんですね。ですね。でもただ、まあ、正直これだとちょっと薄い感じがしたので、ちょっとセラムを2つ。まあ、僕が結構好きなストーンバンクの結構昔のサンプルバッグのパンチアップってやつと、これと、あともう一つ、これも多分同じストーンバンクのやつですね。いい音。これを2つと、こんな感じですね。おー、なるほど。この時全然僕リードとか意識してなかったんで、全然プラグイン挿してないんですよね。確かに EQ とそうです。リバーブもしかもなんかミュートになってまリすね。バーブ挿そうと思ったんですが、挿してなかったんですよ、結局。キャメルクラッシャーと OTT でちょっと倍音足してみたいな感じなんです。そうですね。それだけで、まあ、僕が吐いた音はこの EQ とキャメルクラッシャー OTT だけで。こんな感じですね。なるほど。これがじゃあ、1本目のプロジェクトファイルですね。その、
そうです。まあ、あと行動も同じような感じで。ああ、そっかそっかそっか。ちゃんと分厚くなってる。これもそうですね、これもあんまり刺してないですね。うん、の感じで一応これが一つ目のプラグインです、ね、いや、これがリードとコードが完成したっていう感じなんですね。そうです、これが一つ目のプロジェクトですね。多分一番僕の強みというかメインはやっぱりベースだと思う。確かにベース、キックベースの出音は、ね、絶大な信頼を。まあ僕もここは自負があるんで、やっぱり自信があるんで。ベースに関しては今回は3つレイヤーしてるんですよね。おお。めちゃくちゃ刺してるね。そうですね、ベースに関してはちょっと僕は全てのプロジェクトにおいてこのチェーンは刺すようにはしてるんですよね。すごい。そうですね、中でも正直意味がないのもあると思うんですよね。あまり専門の知識がないんで、もう全部受け売りで継ぎ足し継ぎ足しみたいな感じで、その熟成のタレみたいな、秘伝のタレだ。秘伝のタレみたいな感じで継ぎ足していった結果がこのルーティーンなんですよね。一応まあ今回のベース自体が MK さんからもらった、はい、まあ、ベースの感じ、ちょっと低、めちゃくちゃ低い音程だったんで。ああ、確かに、まあ、D シャープでも十分低いと思うんですけど、 C シャープで B まで行くんですよね。確かに下がるからな。そうです。だいたいはここで、まあ、B をワンオクターブ上げて逃げに走ると思うんですけど、そこはちょっとやっぱり、ね、いやいや、僕のやっぱこのプライドは許さなかったんで。なるほどなるほど。頑張りました。この B をどれだけ出せるかという。いや、 B 出すのは結構大変。 B がきつかったです。なのでまあ今回は、普段はその一つのベースをこのプラグインと、うん、このチェーンに合わせて一つのベースをガチガチに固めていくっていうのが僕のスタイルなんですけど、今回はこういう感じであまりしないような帯域ごとに分けたレイヤーをしてます。すごい。一つはそのセラムで出した、まあ、サブベー的なやつ、うん、で二つ目硬いやつ、硬いやつです。これをまあ100ぐらい使えてるんで、危ないようにって100ぐらい、ね、さっきの。そうですね、2つ鳴らすところ、うん、でまあ、これだけだとちょっとその歯切れというか、うん、少し肺あたりがちょっと弱いんで、うん、ベンジェンスのサンプルですかね、これは。ほうほうほう。ベンジェンスの結構これ使われてる方じゃないかなと思うんですけど、ちょっとカリカリとしたようなこういうサンプルをレイヤーしてます。これもまあ100ぐらいですかね、切ってる。あれですね、さっきのその音とちょっとまあ近い。そうですね、もうちょっと倍音足してあげるみたいな感覚ですか、ね、でまああと、まあ、僕の多分変態たるゆえんだと思うんですけど、そのベースにステレオイメジャーを挿して広げるっていうのをやってます。これはあくまでもこの2つが、まあ、ちょっとモノラル寄りで力強い感じなんで、うん、広げてあげるって感じですね。広げてあげてっていう感じですね。これはちょっと僕なりの20、このワイズ25アマウント3っていう、これが一番ベストなベースにとって設定だと思います。経験則です。すごいな。でこのトップベースに関してはもうこのまま何もバスとかにつなげずに、うんうん、もうマスターにさせてます。で残りの2つに関しては1つのバスにまとめて、地獄のようなこのプラグインをバーッと通り抜けてもらいます。なるほど。基本的にあれですね、やっぱその倍音追加する系のプラグインがパッと見多い感じ。そうですね、まあ、あと、まあ、その、まあ、倍音追加するやつで絶対刺すレジスタンスですか、ちょっとあまり使う人、これ多分僕以外使ってると思うんですけど、見たことないですね。犬？これなんかアーミン・バンブーレンが使ってて、へハイパスフィルターなんですよね。要はハイパスフィルターなんですね、これ。そうなんです、ハイパスフィルターなんですよね。でハイパスフィルター のレゾナンスをここで調整するっていう、まあサイケとかのベースとか、あと短く強いキックとかを作るために結構使ってました。正直これなんか刺して意味があるって実感したことないんで、あんまりいらない気がします。
で、あとはまあさっきも指してたオゾンイメージャーですね。あ、ここもじゃあ、ちょっと広げこてれあもげてっこていう感じ。れ。で、あとこれでやっちゃうと、まあサブベースも広がっちゃうんで、そこを、まあ、この FL 純正のマキシマスっていうマルチバンドマキシマイザーで、それぞれ、まあこれも僕なりに設定がもう決まってるんですけど、100以下はもうセオリー通りモノラルにして、で、あとは、まあ一応マキシマスのいいところっていうのが全部帯域ごとに音量の波形を横並びで見れるんで、その中でまあちょっと低音が出すぎだなって思ったら、ここのノブを下げれば調整ができるし、ハイとかの音がちょっとベースがちょっと低いなって思ったら、もうここで無理やり上げれるガッんと上で、げちゃうと。近くできるかなっていうところです。設定が簡単なんですね。そうですね。結構マキシマスはそのコンプレッサーとしての使い方というよりは、帯域ごとのその調整ですかね。音音量量調調整って整。感じですね。そうですね。使いますね。なのでまあ、コンプレッサー、コンプレッションするときは多分こうすると思うんですけど、そうですね。今日はマキシマスはもう広げっぱなしの状態でっていう感じです。なるほど。全然こうで、あとはまあ、人によって全然違うんだな。そうですね。あとはまあ、L2。L2。L2 をチョイスしてる理由が、その、まあ、軽さとかもあるかもしれないんですけど、ドロップガンがチュートリアルとかで L2 を対応してて、各ミキサーに、まあ、多分ドロップガンを全部挿してるんですよ。それを見て、まあ、僕も習って L2 を使うようにしてます。で、ここで潰したものをキックスタートで、あとはダッサイキドングチェーンしてという感ですね。じ。あれで、これで極太のベースができると。そうですね。で、まあ、これが普通の、単体で聞いてもやっぱ綺麗だもんな。まあ、この曲に関しては、あまりブレイクとかそんなに作り込みしなかったんで、そんなに多分重くはなかったなと思うんですけど。まあボーカルがね、主張してるような曲なので、そうですね。あまりこう、そうですよね。基本的になんか僕とその MK さんとのコラボの時って、まあ、僕がミックスとかマスタリング全部、まあ、コラボに関しては全部やるそうですのね。で、お願いしてますね。そうですね。なので、まあ、その基本的に細かいところの詰めが甘い傾向にあるんですよ、多分。誰がですか？ そう。僕が結構面倒くさがりっていうか、シンプルに必要最小限で作っちゃうんで、そうっすちかょっとね。そこがですね、ブレイクとかも、なんかブレイクビーツ乗せれば とりあえず埋まるかなっていう精神で。いや、でも全然そういうなんかダイナミックな感じで全然いいと思うんですけどね。なのでまあ、基本ブレイクとかも、まあ、僕の全ての曲大体そうなんですけど、まあ、モアーっていう、ギースベースっていうんですかね。ブレイクビーツと、聞くと、しっかりとディースベースとかもキックスタートでかませて、まあ、それぞれそのミニでキックスタートでちゃんとしっかりとダッキングしてあげて、干渉しないように意識してます。ブレイクビーツも多分同じような感じ。大事ですよね、ダッキングは。そうですね。あといただいたピアノとかの元々の、その MK さんからもらったピアノとかを元に、これ構成をしてという感じですかね。あとまあ、ボーカルの処理ですかね。そんなに僕も意識してボーカルを細かく調整することはしてないんですけど。もともとね、このサンプル音源もちゃんとしっかりコンプレッションされている音源だったので。そうですね。なのでまあ、まあ、いつも僕がやることといえば、まあ、ちょっと気になるところを少し EQ で削って、まあ、多分 MK さんもああ、CLA よボーくカ使ル。うやつですよね。これと、あとディレイですね。これはもう純正の、FL 純正のツールです。これは MK さんチュートリアルとかでやってるかわかんないですけど、ここはこのピークコントローラー。ああ、もうあれですよね。鳴ってないとこで鳴らすみたいなやつですよね。そうですね。鳴ってるところでは鳴らさないようにっていうのを、この先頭のピークコントローラー、信号を使ってここに来てると。バルハラのリバーブを使って、それぞれでちょっと、このスレッショルドを上げていく。
ですね。本当にシンプルな作りなんですよ。もうボーカルとピアノ、うん、MK さんからいただいたピアノと、うん、あとアルペジオをブレイクビーツとディースベースだけで多分ほぼ構成してるんで。全然これでいいですよ。あとは細かいところといえばリードのリバーブを使った、はい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 、よくやるやつだ。名前あんまちょっと詳しくよくわかんないんですけど、俺もよくわかんないですボーカルとかでよくあるやつ、うん、そうですね、ボーカルとかでよく使うやつとリバースシンスとか言うんですかね、これ、うん、これとあとちょっと今のは単純にわーってしただけですけど、曲の先頭とかの始まりとかの、まあ、さっきのシンセですけどボーカルバージョンだと、はい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 、はい、LFO のオートメーション書いてでこう揺らすやつですね。そうですね、それでちょっと先頭は調整をしてますね、 LFO のスピードかっこいいっすよね、このこれだけでやっぱりクオリティが全然、うん、全然ね、大雑把じゃないっすよこんな高価なことやってるからいやいやいや、こういうことだけしかやらないんですでもドロップとかもシンプルに、まあここからメインメロディーが入ってくるんですけど、ここ盛り上がるんですよ DJ でかけると。かっこいいですね。でもここの多分サブドロップがこの前も言っていただいたと思うんですけど、これこれめちゃくちゃ盛り上がる。このサブドロップが効果的かなと思う。ほんとシンプルだ。そうですね、もうプロジェクトファイル今見てもここまで手加えてなかったかなってちょっと聞いちゃうんですけどです、ね、あとはまあキック、まあここからですね、キックに関しては2つ重ねてるんですけど、はいはいはい、アタック部分と腹の部分ですね。そうですね、これが、まあ、サイマティックスのキックのテラードラムズっていう多分サンプルパックのカツッと、まあ、僕は好きな、はいはい、カツッとちょっとスパイクでガチって噛むようなキックとストーンバンクのやつですね、うんうん、ストーンバンクのサンプルパックで、これの波形を見ながら、だいたい僕キックレイヤーするときには同時に鳴らしてそれぞれをエディソンっていう FL 純正のこの波形を読み取るプラグインですかね、はいはい、これにレコーディングしてちゃんとそのレイヤーしたときに位相がずれていないか、この波のこのズレがどうしてもちょっとずれてしまうと、まあ、例えばちょっとわざとずらしたんでこうこうなってますけど、しっかりとレイヤーしてないとやっぱりちょっと減衰したりとか波がおかしくなったりするんで、そこはその都度、まあ、ちょっとサンプルの位置をずらしたりとか、あとこのリバースポラリティっていう、まあ、位相反転のスイッチですね、はい、これを使いながらちゃんと違和感ない位相にするように。これはめちゃくちゃチップスじゃないですかでもこれなんか僕ツイッターで見たんですよね。あ、そうなんですね。多分ディレクトさん、あの UK ハードコアよく作ってる、はいはいはい、ディレクトくんが多分ライブでエイベルトンライブのやつでやってたんですよ。そうなんだ、すごいな。ですね、なんかそこを流用してちょっとこういう感じでやるようにしてます。あとまあキック、まあ、UK ハードコアに限らず、まあ、僕、サイ系、まあ、ローリングベース系とか作るんで、そのキックは
短く鋭く強くみたいなところがジャンル全般的に強いんで、まあ、そのキックスタートとかじゃなくてなんかフルーティーバランス、まあ、音量調節する優先のものなんですけど、これでもボリュームのオートメーションを2分の1拍で必ずゼロにするよ。なるほど。キックの位置には全部これで、それでまあベースと干渉しないようにっていうのもやってます。普通にその波形をこうグッとやるのじゃなくて音量で書いてるって感じなの？そうですね、その波形、まあ、例えばサンプルとかをここでブチって切ってしまうとその違和感が出てきちゃうと思うんですよ。なるほど。元のイメージなんですけど、あとその僕の音圧の肝っていうのがマスタリングでガチって潰すっていうよりは、うん、キックの元々のその出音の良さとかベースの出音の良さで音圧稼いでるみたいなところがあるんで、なるほどね。逆にキックの出音が強すぎるときに、このオートメーションのこのカーブの減衰、このパーセンテージを下げるだけで、そのキックの低ボディの部分というか、低音の部分をちょっと落ち着かせることとかもできるんで。へえ、すごい。やってみよう。そうですね。3連符に関しては、基本、まあ、僕のポリシーなんですけど、はい、ファーストで使ったフィルとかをもう極力流用して、3連符に置き直して使いたいんですよ。全部こうずらしてっていう感じなんですか？そうですね。なので、一つ一つ、ループとかも含めて、全部フィルとかのサンプルは、もともと、これがファーストで使ったフィルなんで、これを一つ一つ音節でこう切って、でこれあの FL の特性なんですけど、まあ、一つ一つそのメイクユニークアズサンプルっていうのをして、はいはい、一つ一つバラバラにしないとサンプル化できないんで、それぞれを全部切って一つ一つを、まあ、こんな感じで区切って伸ばして3連符にして地道な作業だな。そうですね、まあ、これ無心でやるしかないですね。これでも3連符にこんな感じですね。いやめちゃくちゃ細かいな、やってること途中の MK さんからいただいたフィルとかも、まあ、これめちゃくちゃ細かいフィルやったんですけどこれを全部切って3連符に直す。すごい無心でやる。なんかでもこれもっと楽な方法あると思うんですけどね。いやどうだろう、あんのかな。なんかボーカルとかを多分ずらすプラグインがあって炊き合わせるんですよね、新しいやつで。これぐらいですかね、多分外観としては。いやすごいな。なんかその、ね、僕は本当いわあのまあそのメロディーとコードとピアノとっていうのを最初投げて、でまあその指定していただいたそのオートメーションで吐き出してあと全部丸投げみたいな感じだったんでこんなに深い作り込んでくれてたのは本当ありがたいですね。じゃあその今回決まったウェルカムレコーズの、はい、その、まあ、リリースが決まったそういきさつみたいなのもちょっと話しますか。あんまこうレベルが決まるまでの工程みたいなのを話してる人がそんなにいないので。そうですね、まあ、基本なんか僕の強みってさっき話したのベースの出音とあと、まあ、このアレンジメント力が僕の強みなんですけど、それ以外にもデモの持っていき方とかその曲に対する最大限の出し方、表に出し方っていうのは多分僕の強みやと思ってるんですけど、この曲に関してはまず最初ダレンスタイルズに DM で送ったんですよ、インスタの。そうですよね、やっぱインスタ結構多いですよね、そのまま直接送るっていうのは。基本でもダレンスタイルズは何も見ないんですよね。うん、オーナーね、やっぱ見てる見てないが結構はっきりしてるし、運営してる人も多分複数いるんですよね。そうですね、まあ、でもまあ彼個人も見てて、あれ自体はまあいろいろ話聞いたら家族の時間大事にしてるからあんま見ないよみたいな。めちゃくちゃかっこいいななんで多分彼が FTS フリップをかけた時に僕をタグ付けしてくれてて認知はしてるなって思ってたんですよね。はい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 。なんで、まあ、ダメ元でちょっとまあ、彼のレーベルエレクトリックフォックスっていうところなんですけど、
そこに向けてのデモだけどみたいな感じでダメ元で投げてみたら、まあ、ちょっと聞いてくれて、でそこで、ああちょっといいね、ちょっとレーベルの方に投げてみるよっていうのが多分最初ですね、うん、多分このレーベルに行き渡った、そこからが長かったんですよって、うん、で多分そこからエレクトロフォックスのその A&R に渡って、はい、そこでダメになっちゃったんですよ確か。そうです、まあ、でもその前に一回そのレーベルマネージャー、うん、ダーティーワークスの大元のレーベルマネージャーがちょっとアドバイスをくれたんですよ、うん、前はプロジェクトからも消してるんですけど、前ハードスタイルキックが入ってたんですよ、はいはいはい、結構な頻度で、そのデータあるかな、多分もう消してる気がしますね。まあ全然そうですね、まあ多分僕たちの曲とかをかけていただいてるのが、その、ゆうた今井さんとか、あと、初期バージョンをマウリス・ウェストっていうリングルームの、まあ、大物とかが使ってるんですけど、初期のデモを使ってもらってる人とかは多分ハードスタイルスタイルのキックが入ってるバージョンです。うん、初期バージョンですね。そうですね、初期バージョン。それがちょっと、キックがちょっといらないかなみたいなのを言われたんで、キックをなくして、でそこで、まあ、音を例えばここのこの先頭のところとかもハードスタイルキックが入ってたんですけど、これキックだけにしたりとか、これが最終版になったんですね、うん、でそれを渡したけど、エレクトリックフォックスの多分追加ずに落とされたと思うんですよね定かではないけど追加ずが聞いてくれてて、その、うんうん、片割れの方がですね、それが聞いた直後に落とされた連絡が来たんで、あなるほど、多分彼が落としたのかなと思うんですけど、ですね、結構ちょっとショックでしたね。ずっと待たされた挙句やっぱり落とされたんで。そうですね。まあね、よくあるっちゃよくある話だけど、なかなかね、こうレーベルっていろんな人が関わってるから、ね、例えばもうトップの本当、ね、ボス的な人がいいって言っても、ね、やっぱこうマーケティングとかそういうのをいろいろレベルカラーとか含めて見てる人が落としちゃったら、まあ、ね、これはしょうがないかなっていうところはありますね。そうですね、なんかまあダレンスタイルズからいいって言われたからもういけるって思っちゃってたんで、なおさらちょっとショックが大きかったところはありました、うん、ですね。でまあ結局それで落とされた後に、まあ、別件の曲とかの同時進行とかで去年の10月あたりから僕ちょっと、まあ、ケイゾーとコンタクトが取れてて、うんまあ、ダメ元でメール何十件も送って聞いてもらって何十件も送ったの、何十件も送ります僕の場合は。すごいな。いやもう何十件も送って、でその中でようやく一通聞いてもらって、ケイゾーとずっと去年の10月あたりからずっと連絡取り続けてて、うん、まあ、別に1曲あったんですけど、それもいろいろ権利関係でボツになっちゃって、うん、でなった時に、まあ、この曲がエレクトリックボックス落ちちゃったんで、じゃあこれ出そうという話になったんですよね。なるほど。ですね。で EP 切りたいなみたいな話でいろいろやったんですけど、いろいろ流れに流れて、まあ、今回のコンピレーションに入るということになったんです、うん、いう曲折ありましたねこれ。そうですね、ずっと待たされなんか、曲自体はもう秒でできたんですよ、多分1ヶ月もせずにできたんですけど。そうですね、やっぱこう 決めるのが難しいですもんね、それこそね、完成してから。そうですね、出すまでが結局1年かかっちゃってて、いい形で一番多分いい形出せてた、まあ一応本当あの出せないが一番最悪だったのでそれも1曲目もそうなんですよね、コラボの。あ、1曲目で、1曲目も完成させないとね、完成とか、まあ、完成はしてるから、どっかにやるか、まあ、どっかから出すかっていうのを考えないとダメですよね。そう、まあ、結局、まあ、そのアーティストとしての、まあ、このレーベル、なんかこのくらい以下のレーベルだと、どうしても出せないなっていうのも、プライドもありますし。コンフィ君の多分プライドがあるんですよね。俺はもうどこでもいいですけど、それこそ。そうです。もうこれはもう完全に僕個人のあれだと思うんですけど、もうなんかプライドがあるんで、あんまり曲出せないんですよね。いやいや、ここはもうちゃんと尊重してコラボ曲なので。いやいや、ありがとうございます。やっぱり戦略で。1年にわたってもお待ちいただきありがとうございます。全然全然。こういう感じですかね。はい。
いやもうあんまり初めてのこういう解説とかだったんで。そうですよね、なんかちゃんと自分の曲で解説してる動画とかあんまりない、出してないですよね。そうですね、あんまりなんかこういう環境を整えることとかができないんで、あ解説とかも知ってないんですけど、ちょっとそろそろそういうのしないといけないかなと思い出した、ね、なんか一回昔なんだっけな、ミー君に低音の独自のその低音のなんだろうアナライズの見方とかその、はいはい、出し方みたいなのを教えてもらったことがあって、もう本当目から鱗みたいな。全然多分他 の、 その海外のアーティストとか日本のアーティストとかがやってるような調整の仕方じゃない感じだったんで、これは本当に早く動画出してほしいです。そうです、ね、チュートリアル。なんか今日もこれで言おうと思ったんですけど、そこまでいくとちょっと別の動画になっちゃうな。そうそうそう、そこはご自身のがっつりがっつりそれだけの動画出してほしいですね。そうですね、僕もあれ半分ぐらい忘れてるんで、その言ってもらった教えてもらったやつ。ああ、いえいえ、全然もういつでも頑張って動画出します。ではでは、そういう感じで。いやいや、ありがとうございます。レイクアウトサイドザライン、ちょっと長いな曲名が。誰も言えないですよね、ちゃんと。ぜひたくさん聞いてください、皆さん。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では MK シャドウとコンビでした。はい。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。